いろんな変わるきっかけが僕に訪れました。入院した時の話をしますけど、本当に一人ではここまで来れませんでした。誰かの支えがたくさんありました。そんな中で大きかったのは親の、ね、命がけで守るっていう思い、そして生きててくれるだけで嬉しいよって言われたそのことが、親も助けてくれた、そして病院の医療関係者さんも本当に力を尽くしてくれました。そんな中、僕の人生を変えてくれた存在がいます。僕にとって人生を変えてくれたのは看護学生さん、イメージなのでちょっと違うんですけど、もうちょっと若かったです。でも毛は全くなかった、抗がん剤という治療をしてですね、毛は全然実はなかったです。そんな状態で僕が一番辛い時に散歩に連れてってくれて、彼女が僕にあることを言ったんですね。その言葉によって僕は救われました。まあ、これをイメージしてどんな言葉を僕にかけていると思いますか？どんな言葉を僕にかけて僕は生きる力をもらったと思いますか？頑張ってね、治療頑張ったね、そういう言葉だったでしょうか？ちょっと想像してみてください。僕はこの言葉で今もね、命が続いてるんじゃないかなとも思います。それはこの言葉です。あなたの夢は何ですか？これを言われた時にショックでした。最初はなんでこんな病気の俺に夢なんか聞くんだって、最初は怒りが込み上げてきました。こんな俺に夢なんか聞くなよって怒りが込み上げてきて、それを看護師さんに、看護学生に言いそうでした。でもここで止まったんですね。待てよと思って、こんな自分だから夢を見ちゃいけない、こんな自分だから夢は叶わないって誰が決めたんだ。癌になったから未来はない、癌になったからもう夢は見ちゃいけない、誰が決めた。自分だって思ったんですよね。自分が決めてたって思った時に、あまりにも自分がかわいそう、こんな風に自分で自分の限界を決めるなんてあまりにもかわいそうって思った時に、この看護学生に対して感謝の気持ちが湧いてきました。よく聞いてくれた、君は僕の未来を見ててくれたんだね、そうか、夢を見ていいのかもしれない、自分で限界を決めちゃいけないんだ、そう思った時に自分は何がやりたいんだろうって自分で探してみたら、すぐ答えが出てきました。彼女が聞いてくれたおかげで僕はこう答えていました。ホノルルマラソンに行きたい、いつか病気を治してホノルルマラソンに行きたいって、そんな風に言ってたんですよね。自分が自分の言葉で夢を語ってから僕はすごく変わりました。それまではどこか病気を治すために一生懸命頑張ってたけど、病気を治すために今生まれて生きてるわけじゃない、治った後何をしようかって、そこに目がいってなかったんですよね。自分で限界を決めてたんです。夢を見ちゃいけない、自分はもう楽しい人生を歩むことができないって自分で限界を作っていた。それを看護学生さんのこの言葉によって破ることができました。それから本当に変わりました。自分で限界を作らなくなってから、治ったら何をしようかって病院のベッドでいつもいつも考えていました。イメージしていました。みんな今ね、本当にこの学校に行けてない、行けるかどうかまだちょっとわからないかもしれないけど、行けたらこんなことをしようとかね、またね、大人になったらこんなことをしよう、今ね、中学校に入ったり小学校に入ったり、ね、新しい会社に入ったり、そんな時期だと思うけど、今このね、状況を乗り越えた時にこんな風になろうってね、ぜひ考えてほしいなって僕は思います。苦しい状況、辛い状況があると思うけれども、そこだけ何とかしようと思うとやっぱり辛くなるので、同時にこれが治ったら、この雲が晴れたらどんな風になりたいかってね、イメージしてみてほしいなって思います。僕はそのホノルルマラソンを、夢を見るっていうね、そのことを自分で発見というか、それをやってからすごく入院生活がね、変わりました。すごくすごく体は痛いよ、手術をしてものすごく痛かった、抗がん剤治療は本当に体は苦しかった、でも心まで病む必要はない、心は別だよって、心は自由だし、そう思った時に心は未来を見ていました。もうちょっと待って、体は後からついてくるから、心がね、自分のキャプテンだからね、
ね、夢をね、見てあげてください。夢を示してあげてください。行くんだって決めてから本当にスイッチが入った気がします。辛い治療も乗り越えていくことができましたね。このね、今時間がある時にね、お父さんお母さんや兄弟 と、まあ、夢を語り合うのもね、いいんじゃないかなと思います。 LINE で友達とつながってたらね、夢を語り合うのもね、いいんじゃないかなというふうに、俺将来これやりたいとかね、そんなグループをぜひ作ってみてください。ホノルマラソンの次に出てきた夢は結婚という夢でした。結婚したい。僕はがんの宣告を受けた時にもう結婚は難しいなって実は思いました。でもそれも自分の決めてた、自分が決めてたことだったなと思った時に、未来はまだね、どうなるかわからない、自分で描いていこうって思った時に、ホノルマラソンの夢と結婚の夢をドッキングさせました。こんな夢ができました。ホノルマラソン、いつか走ってゴールに結婚する奥さんが待っていて、ゴールで抱き合って次の日ハワイの教会で結婚式を挙げるという超無謀な夢を思い浮かべた時には鼻血が出ました。鼻血が出るぐらい興奮しました。もう本当にね、自分の中でね、病室で寝る前にホノルマラソン走るところをイメージをして、結婚するところもイメージをして自分で泣いていました。結婚式のスピーチを自分で考えて、それを読んでは涙を流すっていうことを、毎晩のようにやっていたのを今でもね、懐かしく思い出されます。そんなことをね、日々ね、繰り返していました。心だけは自由だと思って描いていた夢、どうなっていったか。ホノルマラソン走って、ね、ゴールに結婚する奥さんが待っていて、抱き合って結婚式を挙げるという夢、どうなっていったか。はい、ということで、手術から9年後にハワイホノルマラソンに出ていました。この後、夢が叶っていきます。これはハワイホノルルです。2008年の12月です。14日です。そして、こうやって走っていって、僕の夢、ホノルマラソン走って、どうなったか。はい、結婚式を挙げました。イエーイという感じで、次の日、ハワイの教会で結婚式を挙げさせていただきました。何が大事と感じたか。それを乗り越えていくのに、夢を持つこと。そして、自分で限界を決めないっていうことですね。こんな自分はとかね、自分には無理って思うことがね、あるかもしれないけどね、僕本当に小学校中学校の時は思えなかった、自分なんてとかね、本当にいつも言っていたけど、僕はね、本当にこんな風になってるなんてその時は思えなかった。でもね、大丈夫、全ての人にここにね宿っています。全ての、ね、人は本当に可能性の塊です。その可能性を引き出すのに大事なのが夢を持つこと、そして自分自身で限界を決めないっていうことじゃないかなと僕は思います。今はもう自分が夢を叶えてとても自分は元気になったので、たくさんの人に元気になってほしいと思って、がんの患者さんとハワイホノルマラソンに行くというツアーをですね、作っています。その中には余命宣告を受けた方とかですね、もう終わりだと言われた方もですね、元気に笑顔でたくさんの方がゴールをね、迎えられています。本当に命ってやわじゃないなってことをね、実感しています。がんと言われたその方々が自分の限界を取っ払ってですね、ホノルマラソンに行くってイメージを作って、夢を持ってね、そこに向かっていくとね、生きる力がもう本当に溢れてくるってことをね、たくさんの方と出会って僕はね、見させてもらっています。ここで夢を持つことで大事なことをね、一つね、自分だけのね、夢にしないでほしいなっていうふうに思います。夢が見つかった時に自分だけの夢にしないでほしいなっていうふうに思います。金持ちになりたいとか、いい車に乗りたい、それ立派だと思うけど、それ自分だけの夢だよね。誰かを幸せにしてるだろうか。金持ちになりたい、いい車に乗りたいもとても素晴らしいけど、それによって誰かが幸せになる、自分の持った夢がみんなの夢になったら、僕はね、その夢がね、叶いやすいんじゃないかなって思います。そしてその夢が叶った時にさらに幸せな、ね、人生を歩めると思います。じゃあなんで金持ちになりたいのか、なんでいい車に乗りたいのか、ね、そこを考えるといいのかなって思います。今こうして元気になったのは、一緒にね、がん患者さんとね、サポートしながらホノルマラソンツアーがねできたってことがね、すごく大きいんじゃないかなって僕は思います。みんなの夢にしてください。夢を持ったらそれによってみんなが、周りがどれだけ喜んでるか、幸せになってるかってね、そんなことをね、
イメージしてほしいなっていうふうに思います。消防士さんだったらね、その消防で火を消すことによってみんなが笑顔で命が助かったって言ってるね、そんなところをね思い浮かべてください。お医者さんになりたいんだったら、お医者さんになることが夢ではなくて、お医者さんになったことによって人々がね、助けられて笑顔になって命が助かったよって、そんな風にね言ってくれる、そんなところまでねぜひねイメージしてほしいなというふうに思います。42.195キロゴールするまで諦めずに頑張ります。ルーズに資料乗り換えます。行ってきます。行ってください。元気に笑顔で完走を目指して頑張ります。ずっこけないように、はい、最後まで諦めないで。夢が叶ったことが嬉しかったんだって、自分ってこんなに大きな力があったんだって、自分の限界を崩すことができて、すごい、感動の涙を流したんですね。そのことがすごく自分は、嬉しくて、これは本当にみんなに伝えなきゃって思いました。走りながら前に進むしかないようなとか、止まってもいいけど後ろには触れへんようなとか、これって人生ちゃうのとか、こんなこと考えまして、毎晩ホノルルに来てからね、毎晩なんかね、もう感謝の気持ちがこうふわっと湧いてくるんですよ。42キロは辛いってことは分かってたんですけど、とても楽しみです。武田さん、はい、頑張ろうね。自分の免疫力を上げて、がんを治したいという気持ちが強かったものですから、元気よく、たくましく走りたいです。それは私の決意表明です。自分で治していこうかなって今、とても強く思ってます。一歩一歩、感謝の気持ちを踏みしめて走っていきたいと思います。頑張ってください。応援してます。おー、グッジャパニーズ。イエーイ、頑張ってくださいね。人生が変わるかなというぐらい、今の自分の気持ちが前向きになっております。ここにいらっしゃる熱い思いの皆さん方に知り合えたことは不安になったけども、私にとって58年間生きてきてすごい宝物です。どうですか調子は。大丈夫です。大丈夫、はい、さすが。このまま最後まで行きましょう。15分になって、さっきと同じこと言ってますね。出ますから。そうです。胸が出してきました。失礼します。ありがとう。はい、感想。言ってください、一言。はい、嬉しいことないです。ありがとう。おかえり。あそこの前だ。はい、
かな、わかな、わかな、わかな、はい、ストップ、わかな、一人で行きたいんです。あ、ここからです。一人で行きます。一人で行きます。声、声ちょっと静かにしてください。母ちゃん、僕だよ、一人でおいで。ありがとうございました。しぶとさを